おざっすましです。もっちゃんです。はい、今日もやっていきましょう。ライズオブキングダムっていうことで、今回は抜き打ちヒデチョスの城、イエイ。今現状これヒデチョスのアカウントの画面です。で、なんでかっていうと、結局ヒデチョスが T1 トレード全然やらないんで、スマッシュが代わりにやることになりました。てかもうやってます。携帯パクった。はい、携帯パクって今やってまして、まあなんやかんや1000万撃破まで稼ぎました。なんでこれでまあ一旦2個コインもらえるんで、まあまあ一旦 OK かなって感じですね。で、まあそんな中、こう T1 トレードしながらなんやかんや他のね、こうとこも目に入るじゃないですか。わかるわかる。うちもヒデさんと一緒に会った時、パッて見た時、なんかあれ、なんか違う、なんか変って思うこと多々あるもん。で、まあ今ちょっとヒデチョスいないんで、まあその間にヒデチョスの今このアカウントどうなってるのかちょっと見ていきたいと思うんですけど、まずね、目に入ったのが水晶が473万余ってるんですよ。大量やな。まあこれだけ見たらね、まあまあ余ってんなっていう感じなんですけど、見てください、残り2日なんですよ。2日でね、473万消化できるんかっていう話で、巻きでいきますね、いっぱいあるんで。水晶研究がまだ建物21なんですね。これ25にしろって話で、で、あと研究の中もよく見たら全然育ってない。そうかといって、まあヒデチョスまだ T5 できてないんで研究加速使えないから、これどうしよう、473万めっちゃ余ったままやんっていうのが今、まあヒデチョスは全然悩んでないと思うんですけど、うわ、これ使わなもったいなっていう状態になってます。で、さらにびっくりしたのが、アイテムのとこパッて見たら、1万の水晶が114個残ってて。止まって、それ、うち全く同じ状態やねんけど、数も一緒やった。114個、奇跡。いや、え、もっちゃんも残ってんの ?114 個残ってるで。あ、ほやん。え、ほや、114万余ってるってこと？そう。いや、何のために610円課金してん？いや、まあ、そうやね。そうやで、ね。ちょ、気持ちはわかるで。いや、ヒデチョスなんてこんなんやったら610円せんでもよかったんちゃんレベルやねんけど。いや、ちゃうね、じゃあね、あの、うちもまださ、全部が T5 になってるわけじゃないからさ、あの、水晶研究で加速はあんま使われへんから、ちょっと残るっていうのは、まあ、正直ある。まあ T4 の人のあるあるなんかな、多いからしたらちょっと考えられへんけど、ちょっと水晶の数まで一緒っていうのがちょっとビビった。まあそんな感じ、水晶はそんな感じです。で、次になんでっていうのが舞台、これ舞台見てもらったら、うん、T3 めっちゃ作ってんね、ヒデチョス。あ、意味がわからん。これ今も T3 作ってるからな、あいつ。イラン兵作りまくってオシリスのマッチングただただ上がるだけやんっていう。しかもヒデチョスの T4 の兵バリおんねんけど。嘘、あいつこの前な、工場兵器の T4 捨てたよな。捨てたはずやのにまた20万おんねんけど。いや、意味がわからん。え、回転早いな、ここだけヒデチョス。あいつ加速使ってるかもしれへんな、無駄に。まあわからん、ちょっと怖いなこれ。聞くんが怖いけど、まあ T3 の兵をあいつは今ひたすら作ってるっていう謎の現象が起きてます。はい、これが2つ目ですね。で、もう1個、遠征の道、これヒデチョス80まで終わらしてないね。これもっちゃん終わってるよな。え、終わってないの、あんたも。いや、なんかやろうとするタイミングでちょっと、だってよ、兵があんまいてなかったりとかすることが結構あってな。だからズボラなやつは遠征の道80やらない。これあるあるやな、絶対あるやろ。だから今視聴者の方でこれ80やってない人は多分ズボラな人やで。戦闘力がな、戦闘力が5000万以上あって80いってない人は絶対ズボラ。こっち側の人やな。うん、こっち側、ヒデチョスもっちゃん認定するわ。で、この遠征の道の金貨貯まるやん。うん、貯まる貯まる。鬼ほどヒデチョス貯まってんねんけど、126万貯まってんねん。うちも114万貯まってるけど。え？え？俺80までやってるけど溜まってないで。え、いつも SL フレット3つ買うやろ。え、なんで SL フレットも覚醒してんのに買う必要あんの。やばいって、あいつ。え、やっとんな。え、だって同盟ポイントに変えれるやん。うん、けどそのシステムを使ったことがない。いやいや、ほんでコインどうするの、余ったままやん。うん、ちょっと溜まってる。いや、使えよ。だからいつも俺は遠征のショップで SL3 枚と、でさらに下の6個の中の
銅像以外全部買ってる。だから例えばトウモロコシとか星の金星とかあと加速とか、あ、そういうのを買ってます。エッセルも買いなさいよ。で、無料の更新して、また6個の中の更新されたやつのその銅像以外を買ってるって感じ。うん、買ってる、買ってる。それでも全然余るからな。で、あと、KVK のこの駐屯地やな。うんうん。ミッションあいつ全然多分できてない。レベル6で止まってんな。で、あと、駐屯地の、ごめん。あと、駐屯地っていうのは、6のやつ全部解放してないってこと？スキルは全部解放はできてない。そもそもあいつ所持してない指揮官もおるし。で、所持してない指揮官解放するぐらいやったら、先に所持してるペラーヨやれよって思ってんけど、あいつペラーヨだけスキル解放してない。え、そんなことあんの？まあ、そういう感じです。で、あと、VIP。で、この VIP が、あいつもう11000で VIP14 になんねん。うん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 。もうちょっとやんと思って。で、しかもアイテムのとこを見たら、あいつ VIP の1000が5つ持ってたりとか、500持ってたりとかで、これ全部ぶち込んだら、あと5000ぐらいで VIP 上がんねん。14になるやん。なんでこいつこの VIP 開けてないんっていう謎の貯金してんねん。VIP 貯金。もったいな。この意味わからん。もう開けて、もう明日からでも、てか今日からでも14にしとけよっていう。ちょっと意味わからんなっていうところと、で、これ最後ね、最後が城壁の指揮官、ソンブマルテルやね。ソンブマルテルのくせに支援スキルがなぜかカイラの旧兵の攻撃防御 10% つけてんね。謎やな。いや、謎やろ。なんであいつソンブ旧兵や思ってんのか。思ってる可能性あるで。いや、これマジで謎。何を考えてちょっとセットしてんのかがわからないっていう、今回ちょっとヒレチョスのね、まぁ、ちょっと巻きで言いましたけど、これだけヒレチョスの城には謎が隠されてました。ちょっと何個かうちにも当てはまってちょっと心が痛いな。いや、もうやばいってこいつら。まぁ、そんな感じでね、ちょっと次回ヒレチョスに、まあ、この件質問したいと思います。あいつがどう思ってるのか、どう考えを持ってこれをやってるのかをちょっと聞きたいと思いますんで、また次回お楽しみに。ではまたね。バイバイ。バイバーイ。今回は KVK お疲れ様でした。お疲れ様でした。ではなく、頑張った。ではなく、ヒレチョス抜き打ち回。